ラザフォードの原子模型はアーネスト・ラザフォードが提案した原子の内部構造に関する原子模型である。惑星モデルとも呼ばれる。ラザフォードは1909年に有名なガイガー・マースデンの実験を指揮し、その実験結果に基づき、1911年にこの原子模型を発表した。この模型では原子の大きさに比べて非常に小さな中心核に、 原子の質量の大部分と電荷が集中しているとしている。ラザフォードの原子模型は当時考えられていた原子模型のうち JJ トムソンのブドウパンモデルが正しくないことを示唆している。一方で電子軌道のような原子構造については何も進展していなかった。この点についてラザフォードは単に太陽の周りを回る惑星のように多数の小さな電子が 中心核の周囲を回っているか、土星の管のように回っているという従来からあった原子模型について研究しているだけである。しかし、従来考えられていたよりも、小さな中心核に質量のほとんどが集中しているとしたことで、太陽系との類似点が大きくなり、土星の管よりも太陽と惑星の比運が的確となった。1911年、ラザフォードは予想もしていなかった。 実験結果の解釈として原子の内部構造に関する独自の模型を発表した。原子内では中心の電荷の周りを雲のように電子が飛び回っているとした。この1911年の論文でラザフォードが革新していたのは原子の小さな中心領域に性、または負の電荷が集中しているという点だけだった。具体的には 高速なアルファ粒子が原子を通り抜けた経路から、原子には正の中心電荷 NE があり、それとは逆に帯電した N 個の電子がその周囲にある基地の速度のアルファ粒子が 100E の中心電荷にどれだけ近づけるかを純粋にエネルギーの観点で考え、ラザフォードは金の中心電荷の半径が698系6340兆。 3.4014メートルよりも小さいという計算結果を得た。金の原子自体の半径は10から10メートルであり、中心電荷がその3000分の1の大きさしかないという驚くべき結果だった。ラザフォードの原子模型は原子の電荷と質量が中心に集中していることを明らかにしたが、原子の残りの部分がどうなっているのか、電子が どういう軌道を描いているかについては全く言及していない。彼は土星の輪のように電子が一つまたは複数の感情の軌道を描いているとする長岡半太郎の原子模型に言及した。同様の感情の軌道は JJ トムソンのいわゆるブドウパンモデルでも言及されている。ラザフォードの論文では原子の中心電化が原子質量単位 U で表した原子の質量に 比例するのではないかと示唆している。金の原子量は197で、ラザフォードはこれを 196U とモデル化した。しかし、ラザフォードは中心電化と原子番号を直接結びつけようとはしなかった。なぜなら金の原子番号は79だが、ラザフォードは金の原子核がヘリウム原子核49個分の質量があると考え、従って質量は 196U。 電荷は 96E だと考えていたからである。そのため実験においても金の中心電荷は約 100E だとして計算を行っていた。したがって金の原子番号とはかけ離れていたため原子番号と中心電荷が対応しているとは考えもしなかった。ラザ・フォードが論文を発表した1ヶ月後、アントニヌスバン・デン・ブルークが 原子番号と核の電荷が直接結びつくのではないかという提案をし、2年以内にヘンリー・モーズリーが実験によってそれを確認した。ラザ・フォードの発見後、原子は単一の粒子ではなくもっと小さな粒子が集まって構成されていることが徐々に判明していった。原子核は原子自体よりもずっと小さく、原子の体積の大部分は何もないことが判明していった。 その後、X 線を使って、原子内の電子数が数えられることが分かった。X 線が原子を通過するとき、その一部が散乱し、残りはそのまま通過する。X 線が散乱するのは、電子とぶつかって散乱した部分であり、X 線の減衰した量を計測することで、原子内の電子数を正確に推測可能となった。アメリカ原子力委員会の気象。 ラザフォードの原子模型は不正確ではあったが、一般大衆が原子を想像する際の原型となった。これは、より正確なボーアの原子模型にはなかったことである。そして、原子や原子力を表す症状として使われ続けている。以下にその例を挙げる。ありがとうございます。